昨日札幌市内の教会で結婚式を挙げたカップル、2人が乗り込んだのはなんと馬車です。この日結婚した梅本雅弘さんとともみさん、ともみさんが乗馬をしていて、結婚式で馬車に乗るのが夢だったそうです。観光馬車の会社に相談したところ実現しました。馬車は教会から一般道に出て10分ほどカッポ。馬車を引くのは北のダイナミック号こと大ちゃんです。普段は大通公園付近で観光客を乗せていますが、この日のためにコースを回るトレーニングを積みました。馬と一緒に結婚式あげれたらなっていうのがずっと夢で、そしたら心よく僕が引き受けてくださったので、全然緊張しなかったです。ずっと楽しみばっかり。やってみるとよりこう達成感もあり、みんなからたくさんお祝いしてもらったので、より嬉しくなっているところです。